で、このおおむねなんとが描いたこの絵を写真風に加工して載せたのが、その昭和10年の近世名刺写真その1に出たこの絵なんだよ。だから、これも元をたどればやっぱりこれなんだよ。清曽根なんだよ。そのぐらい力のある絵なんですよ。で、この清曽根っていう人は他にも、これ以外にも、西郷隆盛さん以外にも、多くの日本人が写真だと信じてた絵を描いてるんですよ。それが何かというとですね、こちらなんですよ。写真だと思っているんです思ってたでしが。ょ？多くの日本人がこれを写真と思い、明治天皇御神絵として拝んでた。これ清曽根の絵なんですよ。で、明治天皇の数少ない写真としては、内田久一っていう人が撮ったこの写真があるんですよ。まあこれはまあ踏まえたでしょうと。だけど、これも1888年に描いてるから、これは15年も後だから、それなりに、明治天皇もお年を召してるわけですよ。なので、清曽根は、明治天皇が弥生社っていうところに行幸なさるときに、その姿をこう、見て で、それをスケッチして、で、さらに、自分でこう、ポーズ取って これ清これ清曽根曽さ根んですか。ポーズこう研究して だから自分でポーズを取ったりなんかして、この明治天皇のこのまあ御神絵を描き上げた。これもだから多くの人が写真でこれが明治天皇だと思って思ってました。信じて疑わずにあれしてたんだけど、これも清曽根の絵なんですよ。騙された。いや、騙されないわけで。これを写真に撮ったやつをみんな御神絵と思ってたわけですよ。で、これ日本国内の話なんだけど、結構これ国際的にも信じられてるやつがあったんだ。で、これもと俺思ったんだけど、それがこれなんですよ。これは見たことない？ビスマルク的な。ビスマルク的な人だよね。ドイツ人で、だからこれシーボルト。シーボルトって言うと、これよく出てるんだよ。これでも俺、ドイツ語のウィキ見たら、もうこれがシーボルトのポートレートって言って、これが出てるんだよ。これ清曽根なんだよ。これ清曽根が日本で描いた絵なんだよ。